今回はイームズワイヤーチェアの座り心地について説明します。このイームズワイヤーチェアですが、座り心地はどうなのというのはよくある質問です。見た目通りですよ。この見た目で座り心地がいいっていうのは想像しづらいと思うんですよ。ただ思ったほど悪くはないですよ。とりあえず私が座ってみます。はい。基本的にはシェルチェアと同じ形なので、まあ座り方は一緒なんですけど、やっぱりこのワイヤー状なので硬いですね。長時間座っているとお尻が痛くなるのはもうしょうがないと思います。もうそういうデザインですから。それでもこの立体的な丸さがあるので、もうただのワイヤーの網の上に座っているよりは全然いいです。そしてこの背中なんですが、もうほとんどたわみません。かなり頑張らないとこうたわんだりしませんから、相当しっかりした印象です。もう少し長い時間座っていたいんでしたら、このワイヤーのままではちょっと辛いので、シートパッドを使いましょう。もしくは最初からシートパッド付きのやつを選びましょう。パッドさえあれば座り心地はかなり良くなりますから。やっぱりワイヤーに直接触れなくなるだけで全然違います。これさえあればとりあえずは大丈夫だと思うので、シートパッドだけ使うようにするのがおすすめです。このイームズワイヤーチェアなんですけど、使っていく上でまあ気になることはですね、まあ、座り心地以外に、そうですね、まあ、真冬ですね。真冬にこの椅子に座るともう冷たくてしょうがないとか、まあ、真夏はいいですけどね、真夏はいいんですけど、まあ、これ直射日光当たるような場所にこれ置きっぱにしとくと今度は暑くて触れないとかいうこともあったりしますけど、まあ、しょうがないです。これワイヤー、スチールのワイヤーですから、もうそういうもんですけどね。そんなことは些細なことなんですよ。とにかくかっこいいし、これを使うということが意味がありますから。どうですか、影がかっこいいですよね。このイームズワイヤーチェアの醍醐味です。光が入る場所に伸びるこの影のかっこよさも楽しむということです。ですから座り心地とかそんなことは置いといてですね、これはもう座れる彫刻ぐらいに考えておくといいんじゃないでしょうか。まあ、実際手掛けたのも金属彫刻家のハリベルトイヤなわけですし、これは実用的なアートっていうふうに考えてもらったら、もう冷たいとか座り心地がとか、もうそんなことは二の次でしょうかね。まああくまで私の意見ですから。ということで、イームズワイヤーチェアの座り心地についてでした。もうとにかくかっこいいというのがこの椅子の魅力ですから、こういったものが一脚だけでも空間にあって、それを一生楽しむことができたら充実した生活になるんじゃないでしょうか。参考にしてください。では。